はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで松さんですね。はい、NPB クローム一つです。松さん、英語のロボットね、松さん。ちょっとあのね、似たようなお名前の方がいらっしゃいますが、松さんですね、ローマ字ね。はい、じゃあ開けていきます。まず青り風ですね。柳さん、中日カラー、グリーンだ。り風ですね。若月さんと小畑さん、カイさんですね。やっぱりまあ大体箱に1枚は金利不以下が村上さんいる。やっぱまあそれで大体あのほぼそういうレギュレーションになってんじゃないかなと思いますね。東浜さん。ってことはやっぱスパフラも60箱から80箱の間ぐらい1ですね。阪神のルイ。黄色。はい。中田翔さん。対談しちゃったんでしたっけ？まあ、出番あるとこも求めますよね。柳田さん。よいしょ。うん。佐々木さん。箱一里、高橋宏人さんですね。これもスパフラ見てみたいな。はい、小笠原さん。いつぼさんですね、ルーキー。ルーキーがそんなに人数いないですからね。ルキが結構光りますね。東浜さん。金以下はまだですね。金以下チャンスがあるんで。紅林さん、グリーン。外さん。森下さんだ。スパフラ来ちゃう。そんな簡単に引けないよね、森下。近本さん。199。ん？黄色？はい。友杉さん。住谷さん、70。お、森さんの金ですかね。はい、森さんですね。うん、いいっすね。安定感ありますね。やっぱ金が出るっていうのがやっぱり安定感ありますね。お、岸さんもあんだね、タイタン。島田さん、平さん、小島さん、お、佐々木くんだよ、最後。まあ光る、最低でも光る。あ、光った光った。よいしょ。はい、佐々木くんのリーフも来ました。
センタリングいいね。うん。まあ、55の4号で左かもしれないですけど、まあ、この範囲は、OK でしょう。はい。で、開け終わりました。まあ、金がね、1枚出ましたので、あと、佐々木くんのリーフですかね、やっぱね。うん。ベースも1個出たし。99以下は、ローダー入れますんで。黄色も出てるね。どんどん注文が来ますね。嬉しいです。まあ、売れないより売れた方がいいんで。まあ、店長はそういう、はい、そんな感じです。もう、利益どうのは、こうは、もう、とうに捨て去ってますんで。そうじゃないとね、ここまで来れないです。うん、結構ルーキーがね、光ったりしましたね。うん。阪神が多い。阪神3枚。でもまあ、ね、いつぼさん。同じ方。で、221で出ましたね。うん。はい。で、佐々木くんのリーフも出たと。いう感じです。はい。じゃあ、こちらでね、今日発送いたします。また、ぜひチャレンジしてください。ありがとうございました。